大阪一周してるお姉ちゃん、藤寺まで行ってもてるやん。どうなったやん。さっきすぐそこの伏せにおったのに。ていうか、原油上がるなよ、もうええ加減。下がれよ、クソ原油よ。マジで原油、クソ原油よ。どんだけマイナスなんだよ、クソ原油。いい加減にしろよ、マジで。画面全然見えてない。すごいマイナスなんだけど、原油。原油ポジって、もうゼロカットされかけなんだけど。いい加減にしろよ。いい加減にしれ、マジで。いい加減にしれ。青い言うて、バツイチかな思ったら違ったんだね。バツイチだと思ったんだけど、違ったんだね。バツイチじゃなかったの。お腹すいたんだけど。これ風呂入って準備してもね、どこも出かけるあれもないしね。どうしたらいいのかな。リキ君に家賃もらおうかな。リキ君にもらった家賃でご飯食べに行こうかな。いやもうゼロカット寸前なんだ。もう原油これ以上上がるねよマジ。何世界経済景気良くなっとんの。いきなり何景気よくなったわ。あ、うちは、景気なれや、世界景気。
世界経済もう爆発しろよ、まあ、というかゴールドカードいつ届くの、フワッチの運営ちゃんね。ゴールドカード届かないんだけど。いつ届くのよ、ゴールドカード。まさか普通郵便で送ったとか言わないよね。アメリカとメキシコ先送りで合意。あ、忍者やす、にゃちさん、忍者やす。にゃちさん絶対消すのよね。でも読んだらあかんのかな。ね、あー、お腹すいた。22円しかないんだけど、カップ麺作っていいとりあえず。とりあえずカップ麺作っていい？とりあえずカップ麺作るわ。うん、ね、とりあえずカップ麺をね、作ってくるわ。全財産配信です。カップ麺作ってくるわ。ストリートビューの撮影のバイトをね、配信できたら最高なのにね。絶対できないわ。カップ麺作るわ。よいしょ。あ、いたいたいた。まあ、足腰痛いんだけど。食べるわ。よいしょ。もうカップ麺2個しかないんだけど。今日どっち行こうかな。札幌と北会津どっち行こうかな。札幌と北方どっち行ったらいい？札幌と、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 北方どっち行ったらいい？今日北方にしとこうか。なんか気分じゃないから、醤油にしとこうか。札幌一番、麺旅方、行ってみます！
今思えばさ、もうこうなるんだったら、あの時ね、レイカとかも撮影、ふわち出しといたらよかったね。本当に3年前くらい3000万あったん。いや、3年前、お金見してたじゃないですか。お金見してたじゃないですか。22円しかないんだけど。もう22円しかないんだけど、お金くれよ、お金。お金くれよ。だね、皆さんもね、いろいろね、いろいろなことやったら、どっかでまたね、大きなね、仕事がね、ポーンと入ってきて、お金入ってくるかもしれないでしょ。だいたい入ってこないけど。だいたいね、逃げられるけど。それをやっと捕まえてね、不払いのね、お金を3000万まとめてもらったから、3000万じゃない、1億もらったんだよ。1億巻き上げて、ね、それをね、わけわけしたのよ。母親の個人年金とね。そういう案件はね、一生に一度しか来ないよね。毎年あるかのようにね、期待しちゃうけど、毎年来ないよね、やっぱりね。チャンスは一生にね、一度か二度しかないわけですよ。もう原油下がれよ、もう。何なんだよ、もう、原油。いい加減にしろよ、マジで原油。ちゃんとしれ。なんで恵んでもらうんだよ、おかしいだろ。年金がね、2000万足りないって言われてるね、母親にね、お金恵んでもらうとかね、それこそクズでしょうよ。うん、ね、それこそクズでしょうよ。もう。でも最近思ったんですけどね、配信者って得やね。配信しながらお姉ちゃん声かけたら大概お姉ちゃん相手してくれるもんね。昨日のコーラお姉ちゃんもそうやし、この間あのコスプレキャバのお姉ちゃんもそうやけど、みんなお話ししてくれるでしょ、ね。めっちゃお話ししてくれへん。なのに何他のコミショーたちの、コミショー配信者たちはなんかもう、ニコ生やってんだけど、みたいな。兄弟卒から恵んでもらってどうすんだよ。兄弟で出てね、さ、いいとこには勤めてはるけど、ね、そら、今の年収はいいんやろうけど、中身何にもないからね。会社で勤めてるから金もらえてるだけで、ね、人間的には終わってるからね、マジで。あー、ちゃお。今ね、ラーメン作ってんの。おう、元気やで。おう、元気やで。もうね、お金、手元にお金が22円しかないの。これ全財産なの、これ。ね、手元、なんでか知らんけど、財布の中にお金がなくて、22円しか持ってないの。だからね、もう、非常食のカップ麺食べてんのよ。非常食の50円のカップ麺食べてんのよ。あげたいものがあるんやが、もらってくれるか。兄さんお聞きしていいですか？それはお家の中に入るもんですか？それはお家の中に入るもんですか？食べれるもんですか？高価なもんですか？お経を唱えれば増える。マジで。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。ナムナム。ミッキーさん忍者です。体の中に入るもの。ああ、体の中に入るんだったらください。食べれるってことでしょ。違うの。飲めるの食べれるの、そういうの全然お待ちしてますよ、全然。ぜひぜひお待ちしてます。ね、今日もね、胡椒たっぷり入れました。今日もね、あ、くしゃみ出そう。くしゃみ出そうなぐらいね。見えない。ドアップにしたら見えないんだけど、これ。
風邪ひいてえらい。体調管理しなさい、ちゃんと。ね。でも風邪ひいちゃった時は、ね。ゆっくり休んで、ね。死ぬ前に俺ちゃんに全財産ちょうだい。へいやへいや胡椒かけすぎや。ああ、人参屋です。手間んげるようにさん、人参ありがとうございます。肝臓も体の中に入る。あ、それもそうね。肝臓も体の中に入るね。なんで風邪くもらってくれよ。なんでやん。そっちかよ。年中元気ですよ。タイガーマスク、タイガーマスク。タイガーマスク作ろうか。あー、マスク捨ててもたわ。タイガーマスク作ろうかと思ったけど、マスク捨ててもたわ。バンボーさん、メガホンです。あー、ミッキーさん、ホザーです。じゃあね、喜多方ラーメン食べていこうと思います。あー、バンボーさん、メガホンです。バカは風邪ひかない。どういう意味なんだよ。あ、ミッキーさん、風船、風船です。ミッキーさん、風船です。ミッキーさん、風船です。マンボさん、メガホンです。あ、ミッキーさん、風船です。バンボさん、メガホンです。ミッキーさん、メガホンです。手間切れさん、風船です。バンボさん、メガホンです。ミッキーさん、風船です。手間切れさん、メガホンです。バンボさん、メガホンです。マイミラさん、メガホンです。手間切れさん、風船です。ミッキーさん、いいにゃいです。バンブーさん、メガホンです。マイミラさん、メガホンです。ミッキーさん、メガホンです。ミッキーさん、風船です。手間切れさん、風船です。ミッキーさん、風船です。ミッキーさん、風船です。バンブーさん、メガホンです。手間切れさん、メガホンです。ミキさん、ホセアンス。バンブーさん、メガホンス。バンブーさん、メガホンス。ビンボトレさん、メガホンス。ミキさん、ホセアンス。手間切れさん、ホセアンス。ビンボトレさん、いいねです。ビンボトレさん、初見でさえです。バンブーさん、メガホンス。マイミラさん、メガホンス。ビンボトレさん、ホセアンス。ビンボトレさん、バーカーです。手間切れさん、ホセアンス。ビンボトレさん、ハタです。手間切れさん、メガホンス。バンブーさん、ホセアンス。ビンボトレさん、ホセアンス。ビンボトレーダーさん、初見でさえです。ビンボトレーダーさん、いいんじゃないです。バンボさん、ホセアンです。ビンボトレーダーさん、メガホンです。マイムレーさん、メガホンです。マイムレーさん、メガホンです。バンボさん、ホセアンです。マイムレーさん、メガホンです。あー、マイムレーさん、メガホンです。マイムレーさん、メガホンです。デマンゲルさん、ホセアンです。食べれないだろう、もう。花火くれよ、花火。マイミレンさん、メガホンです。バンブさん、ホセアンス。バンブさん、ホセアンス。手間切れさん、メガホンです。バンブさん、ホセアンス。バンブさん、ホセアンス。手間切れさん、ホセアンス。手間切れさん、ホセアンス。バンブさん、ホセアンス。バンブさん、ホセアンス。バンブーさん、ホセアンス。手間切れさん、ホセアンス。バンブーさん、ホセアンス。手間切れさん、ホセアンス。バンブーさん、ホセアンス。手間切れさん、ホセアンス。マイミレさん、メガホンです。バンブーさん、ホセアンス。バンブーさん、ホセアンス。手間切れさん、ホセアンス。バンブーさん、ホセアンス。バンブーさん、ホセアンス。バンブさん、ホセアンス。手間切れさん、ホセアンス。マイミレさん、メガホンス。手間切れさん、ホセアンス。手間切れさん、ホセアンス。マイミレさん、メガホンス。手間切れさん、ホセアンス。マイミレさん、メガホンス。手間切れさん、ホセアンス。マイミレさん、メガホンです。手間切れさん、ホセアンス。バンブーさん、ホセアンス。手間切れさん、ホセアンス。マイミレさん、メガホンです。手
手間げさんおはようございます。バムさんおはようございます。手間げさんおはようございます。マミさんおはようございます。手間げさんおはようございます。バムさんおはようございます。マミさんおはようございます。手間げさんおはようございます。バムさんおはようございます。手間げ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 さんおはようございます。俺ちゃんの勝ちやな。手間げさんおはようございます。手間げさんおはようございます。乾燥ネギがね、肺に入ったね、これ。なんで人間ドックなの？日頃の行いがいいからね。いつもは濃いめで、ね、作るカフェ、ね、お湯を多めにしてお腹いっぱい膨らます作戦。22円しかないんだけど、今日。胃が悪くなるというカップ麺食べたら下痢になります。カップ麺食べると下痢します。子供の頃からね、カップ麺が体に合わないです。胃がんなのこれ、マジで子供の頃からよ。お金かかるでしょ。あの国民健康保険の無料のやつが来たらまた行くけど、あと3人じゃないです。50円やからね、これ。このカップ麺50円やからね、言うとき。札幌一番麺旅、会津喜多方。ね。セーブ多い。まあ、あなたを筆頭にね。あなたの金遣いがセレブだわ。
あなたの金遣いの荒さがセレブです。セレブレティです。チラシも連絡ないし、ね、ゴールドカードも届かなかったし、今日すること何もないんだけど、どうすんの？ウーバーも仕事来ないし。踏んだり蹴ったりなんだけど。まあ、その分さっきね、Google のバイトの話聞いたけど。家賃回収、いや、いくらですかって聞いてきたから、家賃伝えればそれでいいんじゃない。電気代ガス代はもう使った分だけ払ってもらって、家賃だけ4万2000円だけもらおうかな。別に上乗せとか、いらないから。家賃で何かする？メントスコーラって何？昨日やったのにまたメントスコーラするの？またメントスコーラするの？もうメントスコーラ当分良くないですか？あ、マジで？引っ越しした。どういうこと？あ、ミキサメが話す。ユニコーン待ってる？みんなよう知ってんな。なんで俺ちゃんよりもそんなに知ってんの？みんなの情報源は何なの？炭酸の抜けたコーラ2本目終わりました。まだ1本しか残ってないです。炭酸の抜けたコーラ、ね、飲んでんだ。昨日駅でコーラ飲んでいいですかって聞いたら、いいですって言ってたから、いいですよって言われた。あーちょさん目の鼻です。だって昨日お姉ちゃんにコーラ飲んでいいって言われた。